皆さんどうも、まさこです。1週間ご苦労様です。お疲れ様でした。はい、本日は、先週の映画日記の最後ら辺ですね、発表させていただきたいという形でお伝えさせていただいた、FM ラジオ851、前回言うの忘れてたんですよ。851の、ミュージックプラネットさん主催のラジオに出演させていただきますよっていう告知させていただいたんですけど、昨日、はい、無事放映されておりました。はい、ちゃんと私も確認しましたので、ちょっとねその前に動画撮ったんですけど、ちょっとなんかやっぱこれちゃんと聞いてから放映でもう一回撮り直してやりたいっていう風に感じましたので、ちょっと急遽撮り直して本日の配信させていただこうと思っております。はい、で昨日ラジオ聞かせていただいた感想と、音を作っていただいた方たちのこと、あと自分が歌を作った理由で、この声にこの声ってねこの歌に込めた思いで、ラジオの裏話という形で本日は、伝えさせていただこうかなと。一応雑談なので、そういう編集等は全然しないんですが、一応キャプチャーはつけとこうかなと思いますので、もし気になった部分ございましたらそちらだけでも聞いていただければなと思います。よかったら最後まで聞いていただければ嬉しいです。で、まず一番最初にですね、ラジオを聞かせていただいたことへのお礼を伝えさせていただきたいと思います。今回のラジオ5分間だけしか放映されないというふうに聞いておりまして、で最初に収録行かせていただいて、結構10分20 15分ぐらい話させていただいたんですね。ラジオ DCA の小早川さんにものすごく助けていただいて喋ったので、ただ、ね、あんだけ喋ったからどんな風に編集されてるんやろって思ったんですけど、もう本当に素晴らしい編集をしていただいていて、私が伝えたかったことは本当もう120人分に伝えていただけたっていうのが本当に本当に嬉しかったので、この場を借りて、この場を借りてっていうか、はい、見てくださってるかどうかわからないんですけど、ラジオDJ の方小早川さんですね、でなんか奥でね、作業してくださった美人のマネージャーさんみたいな人もいたんですけど、小早川さんも男前やったんですけど、マネージャーさんも美人さんみたいな、マネージャーさんっていうかなんか音響さんみたいな方もめちゃくちゃ美人さんで、本当改めて編集していただいた方、本当に本当にありがとうございます。すごくすごく嬉しかったです。本当に伝えていただきたかったことは全部入っておりました。で私の歌もちゃんと流していただいてて、なんかね途中でこの曲を作った感想をどうぞみたいな感じで言っていただいた時ですね、なんか私の歌もちゃんと BGM 代わりに流していただいてたんですよ。それがすごい嬉しかったです。本当に本当にありがとうございました。でそれで、はい、この音を作ってくださった方、作詞作曲は私ではないんですね、作っていただいてて、で音も作っていただいて、でボイストレーニングしていただいた先生がいて、でミクチャーというかマスタリングしたりしてくださった方がいて、でその今までのこうマネージャーもしていただいた方もいらっしゃって、そのミュージックプラネットさんに関わってで関わらせていただいて、ね、そうだ最初に言わせてたミュージックプラネットさんという音楽企画さんがありまして、まだ見ぬ原石発掘しましょうみたいな感じのもの、歌手に目指してるけど特になんか応募したりとかしてないですよみたいな人たちが、どうぞどうぞ何歳でも大丈夫です、20代から40代かなの人まではどうぞどんどん応募してくださいと、年齢とかそういうの関係なく、いろんな人に見てもらいたい、しかも仕事をしながら、音楽を配信したいっていう方はどうぞどうぞっていう形の、企画さんで、そちらの方でそういう風な形、ラジオを出演させていただいたりとか、あと YouTube も
ミュージックプラネットさんの YouTube がありまして、そちらの方にも、まあ、出たりとかオファーしたりすることもできますよと、ライブのハウス無料で貸しますよとか、そういった形のことで音を作ってくださって、歌を作ってくださる、配信もしてくださるっていうふうな形の企画さんなんですね。で応募させていただいて、当選させていただいたっていうのを機にですね、こういった形で楽曲を作っていただきました。本当に本当にとってもありがとうございます。お世話になりました。はい、うん、で、まあ、その作っていただいた方へのお礼はしたいんです。それはもう売れることで売れることっていうか、ね、認知していただくことによってのお礼になると思いますので、もう認知を頑張ってしていこうと頑張っていくシルゾンでございます。よろしくお願いします。で、はい、自分が歌を歌う理由なんですけど、まあ、自己紹介動画を見てくださった方とか、私の動画をちょいちょい見てくださってる方はひょっとしたらなんとなく伝わってるはいると思うんですけど、まあ、改めてもう一度伝えさせていただきたいのが、私ですね、ちっちゃい頃からなんとなく馴染めない、周りとあまり、なんか馴染めないところがございまして、で中学校の時にですね、ちょっとしたトラウマからですね、大勢の人の前で歌うっていうのを自分の中で無理になってしまったというか、はい、怖くなってしまって、人の前に立つ、人の前で発言する、自分に注目を浴びるということをすごく恐怖を感じるようになりまして、で本当は歌手になりたい、それが自分の人生の中で唯一自分と人がというか人が認めてくれて、自分も唯一そうかもしれない、そうだったら嬉しいな、それはすごく嬉しいなって思ったものが歌だったんですね。自分では最初そうは思ってなかったけど、歌うまいねって言ってもらえたりとか、で自分も歌ってる時が一番楽しくて一番幸せな感覚がちっちゃい頃からあって、それ以外は何しててもあんまり微妙に不安というか全然自信がないから、何も自信持てないし好きじゃないし自分のことっていうのもあって、どうしてもそう思わなかったんですけど、歌だけはなんかそう思ってたんです。でも諦めてたんです、トラウマから。どうしても歌うも人前で歌うなんかできないって。で本当にいろんなことを経験して、ずっと死にたいって思って生きていながら、ずっと頑張って生きてきて、ある日、まあ2年前ぐらいですね、なんかいろいろ自分の感情が180度変わる転機が来まして、でその転機をですね機会に、今まで諦めようと思ってた歌をもういいんじゃないかなと、もうこんだけいっぱい自分のこと傷つけて、いっぱい自分のこと苦しめたけど、幸せじゃなくなったし、幸せって思えない、何かしたわけでもないのに、だからソロなら別に、なら私は自分の大切なもの大切やって言いたい、歌って、この世の生きてる全ての人が大切じゃないっていう扱いを受けるのは自分を含めて違うなってって思いまして、もし自分のこと大切にできない人がいたら、私も歌でね救われたんですよ。中学校の時に、ま、自己紹介動画では出したんですけど、一番最初にね上げてるグッドラックっていう曲があるんですけど、その曲を中学校の時にもうほんと毎朝聴いて、なんとか生きようとして、でそれを聞きながらずっとね思ってたんです。将来私もこうやって私の歌声で誰か苦しんでる人、辛い人を支えてあげれるような人になりたいなって、その諦めてたことをもう諦めんのやめようと思って、どうせ明日死に行くかもしれないし、明日死んでもいいと思って今までずっと頑張って生きてきたから、誰にも嫌なことせんとこって一生懸命してきたから、うん、もうそれなら私は、自分はこの世に生きてる人全員は素晴らしいものやって伝えたい、
私の歌でってそう思いまして、はい、それで歌を歌っていこうっていうふうな形で決めて、今日にちちゃうし今日やし至ります。はい、でこの楽曲、Stay Who You Are という楽曲作らせていただいたんですけど、この楽曲に込めた思いとしましては、はい、まあ、先ほども言った通り、私はいつも孤独だったんですね。なんか周りに理解されない孤独でも多分皆さんの中にもあると思うんですよ。周りには理解してもらえないなっていう孤独の心、なんかここやねんと、そこを慰めてもらっても違うねんとね、あると思うんですよね。なんか思ってるところを褒めてもらえたり、思ってるところをこう許してもらえたりせずに、もっと違うところ上の方だけでバーって褒められてもやっぱり心に入ってこれなくて、その一人ぼっちっていう感情がすごいあったりすると、その感情があったんです、ちっちゃい頃からずっとでね、そんな時いつも、あ、誰か支えてくれてたらな、誰か私のこと見てくれてたらな、私のこと好きでいてくれたらなって思ってたんですけど、まあ現れなくてずっと現れなくて、でも私歌で支えてもらったから、私の歌がね誰かの心を支えられたらなって、私の歌で誰かが少しでも幸せになってくれたらなって思いまして、その歌、その心をこの歌に込めさせていただきました。誰かのほんの一つでもいい、あなたは素晴らしい人やでって、あなたは愛されるべき人やでって、支えられるべき人やって、そう思ってもらえたらいいなっていう思いをいっぱいいっぱい込めまして、はい、作らせていただきましたので、よかったらこの曲聴いていただいて、一人でも多くの人に聴いていただいて、支えられてる救われてるって思ってもらえる人がほっと一人でもいてくれたら、私は本当に幸せです。でもし支えられたと思っていただけるんだったら、もうそのままずっと幸せでいてください。世界中の人全員が幸せやと一つでも感じれば世界は変わると思うんです。私は幸せな人は幸せを願うし、幸せじゃないっていうことじゃなくてね、そう思えないんだったら、私はあなたが大好きやし、私の歌でそれが伝わってくれたら、あなたは本当に本当に頑張ってるって、大丈夫やって、だから前だけ向いて歩いてって、いつも私の歌はあなたは背中から支えますって、そういう風に伝わっていればなと思います。もし伝わってくださったら、またなんかコメントもらえたら嬉しいなこれは勝手な願望、これは勝手な願望だから、そういうのは別に嫌ないんですけどただの願望です。はい、次、最後、ラジオの裏話。ラジオの裏話というか、最初にも言っちゃったんですけど、まあ、ラジオ DJ の小早川さんが男前で、しかも話上手で、もっと出来上手なんですよ。だからなんか、声も良くって、さすがラジオ DJ。めちゃくちゃ声も良くて、なんかもう、安心しながら、やらせていただいたんですけど、私だけかなと思ってたら、私と同じようにミュージックプラネットで、契約してる人たち、契約というか歌出した方々も、何人か一緒にラジオの放送、収録来てくださってて、でその中でミンキンさんっていう歌い手さんと仲良くなりまして、でその方も私の時間の次に放映されてたラジオで放映してて、なんかめちゃくちゃいい声なんですけど、ラジオの内容もすごく元気づけられるもので、なんかうん
素晴らしかったです。うん、あと音響さんがめちゃくちゃね可愛かったり、もう一人ね男性の歌い手さんいたんですけど、すいません名前がちゃんと確認できて控室でねめちゃくちゃ盛り上がってめしゃ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 しゃられててずっとなんか何しに来たんやろみたいなラジオ収録来たんちゃうお前ぐらいのなんかもうずっと喋って、で DJ さんとも喋って緊張はすごい終始してたんですけど、なんかねものすごく楽しい収録になりました。いや本当本当関わってくださった全ての方々ありがとうございます。あのこれからも歌はやっぱり今先ほどお伝えさせていただいた通りの感情でやっていきたいので、できれば一人でも多くの人に、この思いを発信できれば本当にありがたいなと思いますので、もし気に入っていただけたらあのずっと応援していただければな、まあ、応援しなくても少しでも聞いてくださったならそれでちょっとでもなんか心に思っていただけたら本当に本当に私は幸せです。皆さん大好きです。皆さん世界中の皆さん全ての人、全ての人じゃないものじゃない見えなくなった人たちも、そのもう動物とか全部のものが機械もそう全部幸せになってください。そうすれば私が望んだ世界になるはずなんで愛しか勝たん本日も長々聞いていただきましてありがとうございます。ちょっと長くなっちゃった。また来週も、お送りさせていただこうと思います。来週はそろそろあのリクエストの歌とかどんどん歌っていこうかなと思っておりますので、またよかったら聞いてください。YouTube は毎週日曜日時間不定期、歌で、まあ、リクエスト含めての歌、あの好きな曲とか歌詞がいい曲とかそういったものも歌っていこうと思います。で、映画日記で今日みたいな雑談という形でさせていただいておりまして、で、毎週水曜日10時から11時でハクナというラジオアプリで、ラジオ配信しておりますので、もしよかったらそちらも来ていただければ、そちらではずっと歌ってますあのなんかコメントくださればコメント読みますし、まあ、でもなんかずっと歌ってますで、インスタグラムは今休止中です、すいません。また復活できる日はまた違うアカウントを作るかもしれません、ちょっと未定です。はい、ちょっとやっていこうと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。長々ありがとうございます。最後まで聞いていただきまして私はすっげー幸せです。ありがとうございました。まさこでした。バイバイ。